会津藩の今一つの悲劇は婦女子の自決です。城下の家に残った婦女子は恥をさらすまいとして自害をしたのです。家老西郷頼母の家では母親から子供に至るまで一族21人が自害したのです。これは最も著しい例ですが、婦女子の自決はこの他の家にもたくさんありました。藩主片森とともに鳥羽伏見の戦いに敗れ江戸に下り、越後各地を転戦、会津城に入り副軍事奉行として戦った秋月以賢は、戦後当時の心情を吐露した漢詩戦後十回の詩を残しています。また一世の文豪徳富蘇峰にも白虎隊の忠誠を詠じた漢詩があります。ゆくに腰のく帰るに家なし国破れて古城
それを思い君を置き